は沢九は、1978年に発表された中沢慶の小説。2014年に映画化された。第21回群像新人文学賞受賞作。著者の中沢慶は、当時18歳の明治大学1年生であった。同年に講談社より出版され、後に講談社文庫、講談社文芸文庫に入る。千葉県の海沿いの町に暮らす高校生の恵美子は、 先輩のように以前から好意を寄せており、ある時彼からキスというものをしてみたいと言われて、口づけを交わす。しかし要は、エミコのことを特に好きとは思っておらず、気持ちとは裏腹にあえば、性欲に負けてしまうため彼女を避けようとする。エミコはそれを知りながら、要に体を許してしまい、それ以降都合のいい女として彼と男女の関係を持つ日々を送り始める。 陽が卒業した後もエミコは、大好きな彼と会えるなら私の体目当てでも構わない、と好意中以外は、そっけない態度を取られながらも彼と会うのを止めようと、しない。しかしある日、エミコが陽との不死だらな男女関係を持っていたことを、知った彼女の母は、娘をなじった後自宅そばの海辺で激しく、嘆き悲しむ。その後高校を卒業したエミコは、陽が暮らす東京のアパートに訪れて、 愛し合うようになり、以前より彼に対する思いが強くなっていく。数日後、洋と植物園に訪れたエミコは二人の関係を良く、思わない母のためにも、ちゃんとした恋人関係になりたいと彼に本音をぶつける。主演は、市川優と、池松壮介。監督は、安藤博。R-15 指定作品。第44回ロッテルダム。 国際映画祭スペクトラム部門正式出品。新井春彦のシナリオは、原作小説の出版されたばかりの30、数年前にすでに書かれていた。書き替えブリンク、公式サイトより、月刊シナリオ2014年10月号。ありがとうございます。